どうしたんですか。ちょっと聞いてよね。どうしたんですか。クビになったんだよ。え、嘘。マンホールクビになっちゃったんだよ俺。本当ですか。あ、ちょっとじゃあ今日のゲストの紹介からまずしますね。あの今日のゲストは元ヴァンフォーレ。それ元じゃないんですか。それ元ヴァンフォーレ。ほら1月31日までちゃんと契約あるから。あ、契約まだあるんですね。それまではヴァンフォーレの選手、その後はフリーターですか。無職です。無職の森田選手。1月31日以降は無職の森田選手に来ていただきました。え、何クビになったんですか。多分この話ちょっと暗そうなんで先にタイトルコールからしてもらいましょうか。行こうか。元気出して行こうか。あのちなみにホネット TV のタイトルコールご存知ですか。何回かやったことあるな。何回か。ああ一応 A バージョン、B バージョン、C バージョンってあるんですけど、ああ今日 B バージョンで。B って言っちゃう今日。B で言っちゃう。大丈夫ですか。わかります。あれだろ。あれですよ。B です。ああじゃあ二人が。ホネットって言って今日あのたくさんの方にいらっしゃっていただいてるんでみんなで TV って B バージョンで B バージョンみんな大丈夫ですか。大丈夫です。そうです。じゃあせーのって言ったらホネットって言ってくださいね。せーの、ホネット TV。 始まりましたよ。今日は生駒の部屋何回目かお分かりでしょうか。見ないでください。いやいや、だからいいじゃん。19番目だよ。あ、パッと見19ですね。俺の背番号の19。あ、すごい。奇跡。ほらで、19なんですけど、ちょっと逆です。はい、正しくは生駒の部屋61。いやいいね。いいね、来ちゃいましたね。61回のうち3回目出てるからね。ありがとうございます。3回目でございます。で、ちょっとね、イメちゃん変えたんですよ。これ雪だるま、どうですか。雪だるま、可愛いですよね。あれ今日なんか森田選手雪だるまっぽい服を着てきた。わざとでしょうか。かぶっちゃう。かぶっちゃってください。奇跡が起きました。ここの雪だるまと森田選手、今日ペアルックですね。ありがとうございます。あ、もう撮っていいですよ。もう撮ってます。何もアドリブできねえ。で、今日何してきたんですか。え、練習ですか。なんだよ、まだだからサッカー選手なんだって俺は。え、まだサッカー選手ですか。練習してきた。その、じゃあ2月以降はどうするんですか。ラーメン屋ですか。いや、それも一応選択肢の中に入れつつの、あとお好み焼き屋も選択肢に入れつつの。え、なんで最近お好み焼き、お好み焼きもハマってるんですか。お好み焼きはね、ちょっとね、じゃあ俺あの鉄板が好きなの。はい、鉄板が好きなの。寝転ぶのが。いや鉄板に寝転ぶのが。M ですね。好きだね、そういうのね。なので鉄板がもう本当好きで、鉄板で何でも、もう鉄板最強説俺唱えていくから。どういうことですか。ラーメンもいい。鉄板あればもう何でもできると思って。確かに、鉄板あればもう何もいらないですよ、ね。何もいらないなと。鉄板の上にこうフライパンとか置いて調理とかできるんですか。あ、できるね。できますかね。やれそうだよね。うん、じゃあ2月からは鉄板職人になります。頑張ってください。じゃあ勝手に決めんなよ。じゃあ、もうちょっと話聞きたいこといろいろあるんですよ。なんだよ。さっき、そこでちょっとサッカーの話と無関係ですみません。お風呂がなんちゃらって言ってたんですよ。ああ、ね、お風呂話。昨日あの暇で、はい、ちょっと午前中暇な時とかあるんですね。あるよ。なんか忙しそうじゃないですか。まあ、2月から超暇だけど。ニートですね。フリーターじゃない。2月からニートです。だけど昨日、まあ、3連休あったの。月か水、はいはいはい、で月曜日も火曜日も何もしなかったの。何も。さすがにイライラしてきてちょっとね。はいはい、だから一人でちょっと風呂行ってくるわって言って風呂行ってきました。それで終わりじゃないですよね。それが風呂行ってどこなんですか。あのね、山梨のマストミっていうね。聞いたことある。どこですか。ね、山奥だよね。北斗市の、はいはいはい、にあるラジウム温泉っていうのが有名なとこがあって。ラジウム温泉。うん、そこへ行ってきたのよ。はい、マストミの湯かな。はい、入ってこう行って。はい、一人でですか。一人です。愛人と。うん、なんだ。なんで愛人だ。一人だ。一人で。一人で行って。で駐車場止めて、あ、今日まだ早いから空いてんなと思ってこう行ったら、はい、休館日って書いてあって結構遠いですよね。うわーと思って、やべえと思って、で
ちょっと戻って、はい、手前のところにね500円で、はいはいはい、あ、近場に日帰り入浴ってところあったの、はい、もうちょっと前のところに、はい、そこ行って「すいません」って言って「入れますか？」って言ったら、まあ、おばちゃん出てきて「はい、あ」って見たら10時40分で、はい、日帰り入浴11時からだったの、はい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 、いいんですか？いやでもおばちゃん大丈夫だよって、はい、で見に行ったのお風呂、はいはい、あでもお風呂ちょっと半分ぐらいしか溜まってないけど、はい、まあ入れるからいいよって、はいはいはい、あ、すいません、じゃあありがとうございますって入ったの、はい、入ったのね、こんだけしか溜まってないの、見えてない、見えてないです、見えてない、これぐらい、ここまで持ってきてください、まあここ地面としたらこれぐらいしか溜まってないの、まだこれぐらい、うん、これやばいですね、これお風呂じゃないですね、だからもう足で言うとここら辺までしか入んない、くるぶしよりちょっと上ぐらい、それも見えてないです、うん、ここで、ね、あ、いい、ありがとうございます、このぐらい、このぐらい、だからえ、どうやって入ったの、いや、俺だからもうやばい、それも見えないかも、面白いな、本当ですか？ちょっとずつでもね、こうね、こう、はい、見たくない、はい、うん、それ入ってたんですか？それで45分入ってた、45分も誰も来なかったんですか？なんかね、全く来ない、あ、よかったですね、45分間だから、それもね、あんまり暑くないんだよね、ちょうど体温ぐらいなのかな、だからもう、はいはいはい、ほんと、もうちょっとずつ溜まってて、誰か来たら、あの、ヴァンフォーレ甲府の森田選手何やってる、何やそうだよね、こうやってたもんね、俺はいはいはい、だからちょっとずつこう上がってって、はい、ここら辺まで来たら、あ、これいけるかなって言って、まあ、まあ最終的にまあでもここら辺まで来たのかな、はいはい、結構遅いんだよ、だから、あ、広いですもんね、あの、まあ源泉が流れたんだろうね、はいはい、源泉が、はいはい、うん、なかなかね、たまんないんだよ、ね、ワイルドですね、まあ、たまにこう、なんかなんかちょっと出なくなったりとかさ、そんな感じです。なんかそれがいいですよね、ローカルな感じがして、はい、で45分もおかげさまで入れて、はいはい、ふやけた、あんまふやけてるって感じないけどでもすげえ温まる、怒られますね、いろいろ言うと、そろそろ怒られますね、まあまだ2回目なんで許そう何回目からダメですか？3回目からはもうあれだね、グーでパンチだね、グーでパンチ、よし、じゃあ今日は何でもいいってことですね、今日何でもいいってことですね、今日はパーで、パーなパーでパンチ、それやだな、そっちの方が痛そうですね、そう、休日はじゃあそういうことをしてるんですね、そういうこと、ね、みんな爆笑ですよ、みんな爆笑でしたよ、いやいや全然笑ってない、面白いですよね、すごい面白いですよね、笑ってないでしょ、あの2月からちょっと笑えてみました2月から生駒の部屋のここどうですか、ここえ森田の部屋、森田の部屋、え、それギャランティー発生する、発生しますよね、森田選手ならご飯が、ラーメンが食べれるくらいなんで500円かける、はい、500円かける食堂で500円かける30日で、ああ30日、お父さん1万5000円、1万5000円とガソリン代が1万円で、じゃあ2万5000円で、2万5000円いけますよね、ここになってくれれば、これだってね、まあ行ってみればもう1時間で済むわけでしょ、そうですね、まあね、1時間でも500円ですね、切ないですね、じゃあちょっとお願いしていいですか厚田さんどうします、厚田さんまさかの、まさかの、まあ、あの最終手段としてこう、あの職がなかったらってことで、分かんないから、絶対ありますよね、オファーあるかもしれないから、そのオファーを、うん、ラーメン屋も、うん、オファーがこう来て、うん、そこから選べるってことですか、選べる立場じゃないと思うけどね、俺はもう、え、全然そういうの分からないんですけど、うん、まあオファーがいっぱい来ればね、それは選べるけどね、もうえ、来ないってことあるんですか、あるでしょ、37歳、もうポンコツですよ、言ってみれば、はい、え、その、なんだろう、何歳まで、もう、もうあれですよ、もう豚骨で言えば、あの、もうややこしい、豚骨、豚骨豚骨で言えば、もう2回ぐらいも出し取った後の、もうスカスカのあれですよ、豚骨で言わないでください、靴下、靴下とかで言ってください穴が開いてるとか開いてるね、開いてます、え、ダメってかあれなんですか、かかともすり減ってるでも、ああ、え、そのサッカー選手って開いてるね、何歳、まあ人によりますけど、うん、何歳ぐらいまで現役、いやー30までやれたらすごいんじゃないの、あ、そうなんですか、すごいじゃないですか、だろ急にいきなり上から目線できます、だろ、なんか体とか痛くないんですか、体はねサッカーした後ブシブシ、ね、こういうのみんな知りたいですよね、ブシブシがね、もうほんとね、寒くなるとさ、こういうとことかね、え、整体とか通ってます、整体、え、整体とか整体はね、通ってないな、通ってない、うん、あ、そのあれですか、専属の、あ、まあこれがいる、トレーナーはあのチームにいるから、はい、まあやってもらう、ちょっときつかったらやってもらったり、うん、正直どうなんですか、何が、どっちに行きたいんですか、サッカー選手と、うん、D1
鉄板屋。鉄板屋。ああ。かラーメン屋。ラーメン屋。正直。正直ね。選べねえ。いやでも結構鉄板のあれ高いですね。鉄板ね。うん、いやラーメン屋自信がないからっていうのもある。自信食べる専門です。食べる方がいいからっていう。あでもきっとサッカーなんでしょうね。まだ何もわからないですけど。そうだね。優先順位がサッカー。別にね鉄板もラーメン屋もまあ。冗談ですよね。いや冗談じゃないけど冗談じゃないけど。冗談じゃないですか。とりあえず優先順位で言えばサッカーが優先でそれがなかった時に考えるでしょ。はいはい。どうしようかな。正直もサッカーいいやみたいな部分もありますか。サッカーいいやって部分おいカンペがカンペがもっとぶっこんでってきたんですよ。もっとぶっこんでってきたんだよ。俺いいやってやってなんかどっかのスカウトが見せたらどうすんの ねこいつもう やる気ねえなっていうのがあるよね。ありますあります。やりますまだやれますまだやれます僕じゃあ正直今の心境っていうのはどうなんですか。心境、はい、何心境。え、だからなんかそのバンフォール甲府で続けられないんですか。うん。あ、何どうそういう仕組みなんですか。それもういらないって言われた。本当に契約があってそれが終わったら、うんうん、だから書面でこうね あなたとは契約しませんってもらうの。あ、そうなんですか。契約が終わりますみたいなのじゃなくて。契約しません。はい。いいんですか、そんなこと言っちゃって。言っていいよ。本当、うん、そんなの俺。え、本当ですか。何回もらったことあるかな俺。結構あるよ。初めてじゃないから大丈夫。まあこう何回こう移動したんですか。俺はチームだからこの甲府で6チーム目。ああ、はい、でもちゃんとその旅来たんですよね。え、クビって。違う入りませんかって。ああ、そうだね、そうだね、一応ね。そんなこと聞きません、うん、私いくらなんで、うん、首の通知が来たのかどうか。首の通知今日持ってきてあります。え、見てみたい、見てみたいんですけど。首の通知。え、ああ、ね、やっぱそれって成績とかに関係あるんですか。まあ、そうじゃなくて、まあ、だからもう本当にだから今年はいくらで契約してました。いくらで契約してたんですか。それはね、ちょっとね。それ言えないんですよね。でもウェブに書いてあるんですよね。そうなんですか。だいたい、だいたいなんでしょ、ああいうの。そうです。うん。それ言えないですよね。で、次の年は、うん、だから、契約しませんってところになるって。向こうから。いや、向こうからそれは。うん。その時どう思うんですか。いや、でもだいたいもう、ああ、しょうがねえなって。その後なんか嫌な風に接しちゃいそう。あ、その話の時に、はい、いやでもそんなことはないね俺は。ああ、大人ですもんね。すいません。とりあえずだから。ああ、ちなみにバンフォール甲府は何年間。まあね、2年。大体2年契約なんですか。いやいや、1年契約で俺。1年契約 で2回目の。そうそうそう。で去年はだから契約しますって言ってでまた更新してって感じ。別に契約は何年契約とかは、まあ、でも俺複数年なんかしたことない。あ、大体2年とか。大体1年。あ、1年。うん。だから毎年だから行ってみりゃ。引っ越しですか。いや、ニートの危機にさらされてるわけ。あ、じゃあ慣れてるってことですね、ニート。慣れてる。え、本当にニートになったことあります。ちょっとでも、ニート。ないな、ないな。あ、ない。じゃあ、じゃあ1月31日で終わりです。2月からもう新しいチームに。まあ、でそうやってきたね、一応今までは。あ、じゃあ初めてのニートってことですね。すごい。まだ決まってないだろう、ちょっと。ここで契約してもらえるかもしれないだろう。そうですよね、そうですよね。2万5000円。ぜひ、ぜひ。2万5000円。え、多分絶対大丈夫だと思うんで、じゃあちょっと、じゃあ遠くに行っちゃうっていう可能性も。あるね。全然あるってことですよね。ああ、じゃあその行く前にもう一回出てくださいよ。え、いい。時間があれば。時間があれば。時間があれば。別に行ってからでも来るよ。でもそれ全然求めてないな。じゃあ行きましょうよ、こっちが行きましょうよ。こっちが行く？うん、取りに。そうだね、来、はい、ラーメン食わしてやるから。楽しみ。あ、だからラーメン屋やったら、もし俺が来てくださいよ、そんな、うん、これ取りにね。行きます行きます。ああ、え、ラーメン屋の選択肢あるんですか。あるに決まってんじゃないですか。でもラーメン屋できますかね俺。うん、でも絶対儲かりますよね。儲かるっていうか、あの、繁盛する。最初はね。あ、最初は来るかもしれないね。確かに、だんだんこう。じゃあ最初来たらもうやめればいいのか。
確かにそこで稼いで売る。一通り来たなと思ったらやめようかと。やめましょうやめましょう、うん、やめましょう。なんか私がいろいろ突っ込んで聞きましたけど、だんだん収集が効かなくなってきました。どうしましょう。収集が効かなくなっちゃいました。サッカー、いやいや、サッカーの話しようよ。じゃあまだ天皇杯残ってんのよ俺ら。知ってますよ、22日ですよ、ね、そうだよ。じゃあその話を聞かせてください皆さんに。あ、だから広島でだから天皇杯を戦うって言って、俺ゴール裏でね、あのお前ら広島来んのかって言って、来るんだったら、誰にですか。いやいや、あのゴール裏のサポーターのみんなに、最後の最終戦でまだ終わってねえぞと。この時ですか。そうそうそう、この写真のちょっと前かな。この写真の前に、はいはいはい、あのなんかこの拡声器持ってなんか言ってくださいって言われたんで、お前らまだ終わってねえぞと、広島があるだろうと、広島に勝ったら俺らがチャンピオンなんじゃねえかっていう話をして、で広島来るかって言って、来るなら広島のうまい店を教えてやるぞっていうことをね、言ったんですよ俺。かっこいい。だからそれをどうやって教えようかなと思ってたの。確かに。だからもうここだけで喋って、あとはもうどこにも喋んないってことにすればいいかなと思って。いいんですか。え、いいんですか。いいんですかって、そんなリアクションいらないでしょ。いいんですか。え、いいんですかって、このリアクション。だってこれすごい重要ですよ。どうしよう。じゃ私一回いなくなりますね。なんでいいですよ、ここ広く使って。どうぞ。いやどうぞ。いいんですか。どうすりゃいいんだ。どうすりゃいいんだ。本当にいいんですか。いや、だから、はい、だからもうとりあえず喋って、はい、あとはもうあの細かいとこは任すと。これ見ないと。見ないと。そうだよ。見ないと。あ、これやっちゃいけないことやってんの。大丈夫、誰、気づいてない。大丈夫です。気づいてない。何、そのお店教えてくれるってことですか。ここでお店教えようかなと思って。ありがとうございます。だからなんかケツ文字とかで教えてあげたらどうですか。ケツ文字で書く。ケツ文字、いや、なんか書くものあったらその方がいいよ。書くもありますよ。あ、え、本当に、なんか申し訳ない。これ、あ、すいません、何しようなと思って。いっぱい知ってるんですか。いや、いっぱいジャンルは、俺広島7年半住んでて。そっか、何色が好きですか。ね、俺は、それはヴァンフォーレの青はない、水の白。いや、白に白っておかしいですよ。何も見えないですよ。ワンホーレのこのテレビ見ても見えないですよ。ワンホーレのあの背番号の白。うん、じゃあまず青く塗るの待ってください。2時間ぐらいかかるかもしれないですけど。やめよう。面白いですね。広島だけに紫とか持ってるけど、それはいかないな。じゃあどうしようね。ラーメン屋でも、ね、ラーメン屋がいいんじゃないですか。ラーメン屋だと。だってどうするんですか、5000人とか来ちゃったら。とりあえずお好み焼き屋もあるけど、3個ぐらいに分けないと、みんな行っちゃうかもしれないですよ。3つぐらいに分けないと。え、すごい可愛い感じになってます。とりあえずラーメン屋で行こうか。はい、とりあえずレアですよ皆さん。あれ、こういう字だったかな。このカメラで撮るから、こっちで見ます。あ、どこに住んでたんですか。住んでた。あと広島といえば、広島といえば、広島ね、ラーメン文化でいくと、まあ、広島ラーメンってのはあるんだけど、広島ラーメン、やっぱサッカー選手じゃなくて博士になるわ。なんかラーメン博物館とかに勤めたらどうですか。新横浜、うん、なんか全部の店長みたいな。全部の店長や。まとめ役みたいな。まとめ役か。うん、あそこ佐野稔の力強そうだから。そう、し、し。佐野稔の力強そう。それ全部ラーメン屋ですか。ラーメン屋で、いや一応ね、藤本ってとこはなんかね。いきなり出しちゃった。ちょっともうちょっともったいぶってくださいよ。え、もったいぶれるの。いきますよ。3、2、1。バッフォーレサポーター必見。まだあるぞ。あっちです。いや、あっちですよ。先輩、あっちです。先輩あっちです。だから藤本ってとこは結構なんか
他にないラーメンかなっていうので、はい、なんかね、サンマ、サンマ、ホタテ、サンマ、ホタテ、ホタテ、マグロ、エビ、アサリのスープの醤油と塩があって、で結構ね、なんかね、これ広島にしかないかなっていうところなんです。味が想像できないです。だからその5種類の中の塩と醤油、まあ、サンマが一番ちょっと、あ、選べるんですか、えぐい感じだけど、はい、うん、選べる。でマグロがまあ魚介嫌いな人でも、はいはいはい、結構いいかなって感じで食べるんだけど、はい、そういうのがあって、はい、ここ藤本ってとこ結構、え、本当に星は入るんですか。星入ります。ふざけてるんですか。星入ります。星入りますね、はい、え、これどこら辺にあるんですか。これはちょっとね、ちょっとね、あ、ウェブで検索してほしい。それは検索とか、まあそれなりにあの住所とかはちょっと有名なんですか、広島のその地元の人でも。藤本は有名だと思います。お、はい、で国松、国松、これはね最近広島のそのご当地フードの中に汁なし担々麺っていうのが入ってて、うん、汁がない担々麺ね、はいはいはい、それでここの店結構あの有名なんですよ、国松、はいはいはい、これはもうあの美味しそう。私担々麺好きです。あ、そう、はい、ピリッとちょっと山椒とか入ったりするんだけど、汁なし担々麺だと国松さん、これは街中にある。うん、混みますかね。どうなんだろうね。店員何名ぐらい、何名ぐらい来そうですか。え、店の中の店員。ああ、店員店員は多分2名ぐらいだと思うんだけど。あ、ちょっとあ、店員は2名、うん、3名か2名ぐらいだと思うんだけど。店員は、うん、店員ね、座れる席は、そう、座れる席は、うん、まあ10から15ぐらいかな。やばいですよこれ、うん、みんなで相談してちょっとずらしていかないと。いや、大丈夫。俺大丈夫。一番辛いのは国マックスとかいうのがなんかもうすごい山椒とかみたいなんだけど、はい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 、国マックス食べたことあります。国マックス、俺はあるな多分、はい、あると思います。はいはい、はい、国松さん、国松さん。でカバチ屋さんってのはもうカバチ屋さん映ってませんからね。ああ、カバチ屋さん、カバチ屋さん持ちましょうか。そろそろ持ちか。カバチ屋さんってのはカバチ屋さん持ちましょうか。身振り手振りどうぞ。カバチ屋さんっていうのはまあでも広島かぶってんなおい俺の顔ですよ、最後なんだ。最後じゃないですよ、最後から2回目です。カバチ屋さんっていうのはあれですあの広島の駅の近くにありまして、これ駅の近く、はい、駅の近くにありまして、これあの広島とは全く関係ないあの豚骨スープのお店なんですけど、はい、ブレなくてうまいですよね、ここは、ね、ブレてなくてうまい、はい、うまい。ここはもう安定してます、カバチ屋さん。安定のカバチ屋、はい、カボチャじゃなくてカバチ屋、カバチ屋、はい、カバチ屋。これ何人ぐらい入れます。これはね、お店の中にカウンター7席ぐらいだね。あ、はい、ここはここ藤本は結構入れると思います。ただここ昼しか営業してなかったりとか、はい、でここのまあ言ってみりゃ姉妹店じゃないけど教わった人が出してる店が何個かあるんですよ、はいはいはい。そこだったら街中にもあったりするんで、はいはい、そっちの方がいいかもしれない。藤本系、もう、ね、藤本系っていうぐらい、二郎系と一緒でなんか藤本系ってのっていうのがあるんですか。いやいや、なんか俺が作ったんだけど今それぐらいだから、この藤本系ってのは言えば、さすがに私でもだんだんね、もう言えばわかると思う藤本系って言えば分かる。藤本系、あ、じゃあ場所が分からなかったらその地元っぽい人に藤本系どこですかって言えば分かりますか。藤本系、そのぐらい大丈夫、大丈夫ですか。そこはね無理だと思うえ、22日とかその付近に行く予定は。僕、はい、え、誰が俺が森田選手がいない。俺だって、ちょっと待てよお前まだメンバー発表されてないんだよ。俺試合行く気でいるよ、まだモチベーション高く。だろ、やっちゃっただろどーん。何人いけるんですか。え、何人、11人、18人、18人、何人中18人ですか。分かんねえな、30何人、まあ、中18人、まあいいよ、もう選ばれなくても行くよ。でもそういうもんなんじゃないんですか、応援しに。ああ、行かないんですか。なあ、みんなで行こうぜ。ちょっと行きたいです。いつですか。予算出してください、前乗りします。え、はい、1月22日 ?12 月22日全然知らない。22っていうだけ覚えてたんだね、やっぱね。え、で、ラーメンもっとあったな、俺。ラン、ああ、あとはね
広島つけ麺ってのがあるの。広島焼きってなかったでしたっけ。広島焼き、広島焼き聞いたら怒られるでしょ。何でしたっけ。広島つけ風つけ麺ってのがあるの。それは本当つけ麺でも辛いの。辛いの好きなんだね、なんかね。どのぐらい辛いですか。みんな大丈夫ですか。いや結構辛いんだよ、これ。広島風つけ麺ってのはこの新海園だかな。新海園さんってとこが。新海園系ですか。系じゃないね、これ。新海園さんが結構新海園有名。はい。あ、その広島つけ麺っていうのはいろいろお店があるけど、はい、爆弾屋とかそういうのは、まあ、関東にもあるのかな、はいはい、でも森田選手のおすすめは新海園。新海園、はい、原田製麺使ってる新海園さん。原田製麺難しいですね、はい、原田製麺。私がいろいろ言えない領域に入ってきましたよ、はい、うん、でラーメンが嫌いって人はどうすればいいですか。ああ、お好み焼きね。お好み焼きはが飛び出しました。俺がおすすめしてんのはこのロペズってとことマーサールってとこ。別の場所ですね。別の場所ですよ。あたかもなんか1店舗みたいな書き方してくれましたけど。ロペズってとことマーサールってとこ。はい、マーサールは広島駅から歩いてまあ10分15分ぐらいのとこ、はい、でロペズは横川駅から徒歩、はい、まあ、5分ぐらいのとこ。走ったらどんぐらいですか、森田選手が。明日は2分だな。2分かかんないか。信号があるからな、ちょっとな。皆さん2分を切ったら森田選手のおごりです。ああ、ああ、で、俺はここの、まあ、2つとも同じ、ここで修行した人がこれ出したんだけど。マサルさん？はい。僕はここの。オーナーマサルさんですか？マサルさん。はい。マサルさん。ちょっとね、友達ですか？ちょっとね、遠藤に似てる感じがある。あの、ハンバー大阪の。もっといい男だけど。うん、友達と友達。友達？友達。友達？友達。これ友達。師匠。はい。いや俺え師匠ですか。俺の師匠これ本当。あのいや2日間だけ修行行ったの、はい、俺ここに、はい、あのお好み焼きの修行に行って。本当にその時に一緒にバイト入ってたのがこの人で、この人まあ独立して出した、はい、じゃ3店舗目狙えるんじゃないですか。いやだから俺はお好み焼きをするとしたらここに修行をして出す名前。じゃお店の名前を決めましょう。ちょっと待てよ。お店の名前決めましょう。ああ決めよう。何します。何、雪だるまとかどうですか。雪だるまとかどうですか。雪だるま一理ありますよね。やめよう、もう終わろうか。雪だるまって何。雪だるま、雪だるま、これです、これ、ね、これですよ。今日のこの下りだけで雪だるまって店にするのね。そういうのがお好み焼き雪だるま。そうです、そうです。全然なんかこれ、このね、61今日初めて変えたんですけど、ここに雪だるまがいて、これに森田選手が似ている服を着ているって話になったんですよね。ああ今日ね、そう、ね、冒頭ちょっとかぶってください。ああ、ね、じゃあ新しいお店の名前は雪だるまに決定です。おめでとうございます。決定です。決定です。はい、じゃあちょっともう一回それを見せてもらって良いですか。すいませんね、振ったら振りっぱなしで。このお店はのなんでこれを書いたか紹介してもらっていいですか。なああこれあらすじを。ああこれあらすじはだから広島行くんだったら、広島行くんだったらちょっと走りすぎじゃないですか。なんでいついついつ。ああ12月22日に天皇杯広島戦があります、はい、その時にあの広島行くんだったらうまい店を教えてやると俺が公言しちゃったので、サポーターの前で、はい、このホネット TV だけでこう教えようかなと思って。だけでですよ、はい、これはすごいいいんですか。ロペズマサル、このね、あのね、ロペズはね、グアテマラ人が作ってるからね、これね。お好み焼き焼いてるからね、これグアテマラ人。グアテマラ人がグアテマラって言ってる。グアテマラはね国があるんですか。はい、中南米のあたりに国があって。大丈夫ですか。ロペズさんはね、グアテマラ人です。はい、あ、ロペズさんも名前なんですね。ロペズさんは、あ、フェルナンド・ロペズさんですね。はい、奥さんは日本人です、はい、奥さんは日本人、はい、こあまあ何せも俺はここのお好み焼きがもう本当美味しい、日本一っていうか世界一うまいと思ってて、でまあ同じあのマサルさんは何人ですか。マサルさんはあの横文字だけど、あの遠藤にの日本人です。逆にした方がいいんじゃないですか。ロペズさんをあの英語にして、ロペズってこう、あまあでもこれで検索すれば出てくると思う。でマサルは多分こっちで書いてあったから、場所とかも今紹介していただいたんですけど、これで検索すれば出てくるってことですね、まあ、でここ来て食べるのは、大体俺が食べるのは
肉玉そばハラペーニョ。肉玉そばハラペーニョ。どういうことですか。あのね、肉玉そばハラペーニョ。まあ、あでもイカ天も入れるな俺。にイカ天も入れる。イカ天入れて、肉玉そばにイカ天入れて、でハラペーニョっていう青唐辛子を刻んだのが上にかかってんの。はいはい、これがまた合うんだよね。そあじゃあそれを森田選手なんか合言葉、森田選手セット。ミートセット。それは本当ごめんなさい。ルーでいいですか。それは冗談です。はい。まあ、それがおすすめってことですね。そうだね。これ集中しちゃうんじゃないですか。広島にこう応援に行くと。じゃあもう分散させよ、もうちょっと。分散させた方がいいですよ。分散させよ。てかここの店の人に連絡しといた方がいいかもしれないですよ。アマチュア審議会行きます、ね。はい。はい。あとは。映ってる人が全員行くかもしれないですよ。これね、ここはね、でもね。日曜日やってないしね。日曜日やってない。帰れないかもしれないな。土曜日やってます。みんな全泊とかしてくるかもしれませんよ。ああ、うん、そうだね。このせいちゃんっていうのは、おい、せいちゃん、これ餃子のお店なんだけど、うん、これもあの日本一うまいね、ここは。日本一うまい餃子屋。日本一うまいね。おばちゃんがいい。ラーメンもあります？ラーメンないここ。餃子だけ？餃子しかない。どうしたらいいですか？餃子とビールしかなくて。あとお茶っていうとそこの自販機で買ってきなっていう感じで、ああでもいいですね、そういうの。だからご飯物が食いたければ、あのあっちで買ってきな、まあ近所のあの隣の隣、あの、はいはい、そういうおにぎりとか作ってくれたりするから、はい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 、そこで買ってきたり、まあ別に何でもいいんだよ、その横の横のチャーハン買ってきたりとか何でもいいんだけど、基本的には餃子とビールしかない。一人で行くんですか。あ結構行くね。一人で行ったりするよ。一、うん、人でも大丈夫だそうですよ。でも大体ね、9時頃にはね、もう閉まっちゃうかもしれないんで、ね、9時には閉まる。4時半、4時、で5時ぐらいから22日って日曜日ですよね。日曜日、あ、日曜日はやってないからね、もう土曜日に行くしかない。前の日か、その次の日。みんな一泊で帰るってこともないんじゃないですか、3連休なんで。あ、3連休なの。いえいえ、天皇の誕生日ですよ、だから天皇。そうか、そうか。気づきました。じゃあそこの日に決勝やった方がいいんじゃないの。なんで22日、ちょちょちょ、見に来る、ね、見に来る人のことを考えての日曜日ですよ。絶対誰もが23にやればいいんじゃないかっていうのはちょっと頭にあるけれども、見に来る人はね、やっぱり次の日帰らなきゃいけない。そうだよな、そのためのな、はい、なーって言ったぜ今。言いました、言った、ね、言いました。そう、せいちゃん、これ餃子はもうここでしかもう本当に俺はね、おすすめしたくない、したくない、教えたくないところだけど。きよちゃんじゃありませんよ、せいちゃんです。せいちゃん、餃子のせいちゃん。これまたいかがわしい、いかがわしいあの場所にあるんだけど、あ、うん、で、飲んだ後にそういかがわしい場所に。うるうる。で、広島じゃね、でもね、なんか普通なんだよね、こういうのが。そういうお店いっぱいあるんですか。こういうとこにあるお店がね、ドラえもんかいるんですよ、ドラえもん。なんでドラえもんなんだ。あ、読めます、読めます、それトネヤ。うお、すげえ。よし、なんでトネヤですね。あ、今トネヤのおすすめの商品を書いていただいてます。そうそうそう、おすすめトネヤのドラえもんですかね。いや、もうあんなね、もうリクエストに忠実に答えてくれるっていう。なわない、え、あ、じゃあドラえもんか、ドラえもんはいいよ。リクエストに忠実に答えてくれます。これなわないは広島お酒が有名なんですけど、日本酒が、はい、だから日本酒が美味しい、日本酒が飲めるのと餃子がそれに合うあてが結構、なんか広島のお魚だったりとか、まあ小イワシとか有名なんだけど広島、はいはい、まあでも時期じゃないかな、まあ魚とかそういうのが食べれるお店、なわない。え、なわないいいじゃないですか。なわない、なわない行きたいです。飲むならここ、飲むならなわないで、トネヤ。トネヤ、トネヤはここは、まあ、ドラえもんがいるってことですね。ドラえもんはドラえもん、ドラえもん役、うん、あのね、鉄板があって、あ、鉄板、最後に鉄板ので、あとは奥には座敷でなんかこうでっかいこう鉄板みたいなので出してくれるんだけど、自分で焼けるんですか。いや、自分で焼かない。僕はホルモンとかそういうのをまあこう焼いて出してくれるお店で、それをまあちょっと酢味噌みたいのにつけて食べるんだけど、まあうまいね、ここも。ここもうまい、絶品ここ。トネヤ、じゃあトネヤ全部美味しそうです ね。これ全部行った方がいいですか。もう俺すっぱだかにされたわ、もう広島のこと。どういうことですか。広島これでもう俺すごいことですよ、これ。え、ちなみにじゃあもう
あえて言うなら一番おすすめは、まあでもね、広島来たらね、お好み焼き食わなきゃダメだよね、とりあえずね。ここですか？ああ。ここ。どっちですか？いや、どっちも。どっちかって言った。あ、ただロペスさん、あ、これダメだこれ。あのロペスさんで、ね、土日休んでるわ。今日は。教会行くから、教会行くから。あ、ロペス。教会行っちゃうからね。ロペスさんは教会にいる、行ってしまうね。教会行くからロペスさん休みだから、マサルだねこれね。マサル、じゃあまあ一番行ってほしいっていうのは。C っていうならばマサル、マサルさん、マサルさんですね、まあ、全部おすすめっていうことなので、はい、ここでしか、はい、そうだよね、そうなると1個しかお好み焼きねえやって言われるから、もう1個で一応混んだ時の場合に、はい、何て読むんですか、高屋丸まで入ってる、高さんですか、高屋さん高屋地蔵通りにあるんですけど、ここもなかなか美味しいお店です、鉄板焼き、あのお好み焼きと、はい、大体広島の人は大体最初にその焼き物なんかホルモンとか、まあいろんなものを注文して、それをまあ当てにこう食べて、で最後の締めに焼いてるのをそれを待ってる感じだよね、それで最後に締めにお好み焼きが来るっていう、それを食べるって感じですね。楽しそうですね、はい、じゃあここがここがもし満杯になった場合はこっちに、これ近いんですか場所は、高屋さんは街中の地蔵通りってとこにあるんですけど、地蔵通り、はいはい、ここ、うん、結構繁盛してるんで、めっちゃ知ってますね、いろんなところ、いやいや、こんなもんじゃないですよ、ね、なんか1個とかかと思いきや、多分これまだまだ出ますよね、で引き出しは豊富ですけど、はい、はい、どこに行こうと思ってます、僕ですか、はい、僕はね、誰も来なさそうなところに行くと思います、え、もしかしてここ紹介してないところに行くんですか、あ、でもね、せいちゃんは行きますね、絶対、せいちゃんはきっといつか行く、せいちゃんはあの帰ったら絶対あの顔出し、選手にな選ばれたら行きますか、え選手に選ばれたら、選ばれなくてもいる可能性あります、みんな会いたいと思うんでしょ、いやいや、会わなくていい、そんなの、あの練習場行けば会えるでしょ、いやいや、ね、こういう場所でもしかしたらちょっと一歩お近づきになれるかもしれない、いやいや、ないね、試合前なんか行くわけないじゃないですか、俺が試合行こう、ああ、そうですね、もう試合に集中してますよ、そんな試合前にラーメン行くなんてことありません、僕は本当ですか、行ったりしてます、試合前に言うなっていう顔してます、多分いますよ、その天皇杯の付近に行けば多分いるんで、皆さんぜひここ要チェックして、ま、回ってみてください、いるかもしれない、多分いますよ、餃子はね、ニンニク入ってるから ね、だから、うん、まあ、パワー 出そうだしね、はい、じゃあ選手に選ばれたらここに、いやいや、わかんないです皆さん、ここ混んじゃうんじゃないですかね、だからありがとうございます、この場で発表していただいて、はい、楽しみですね、まあ行ってください、他にもあるけど、まあ俺の好きな店を本当に、でもしそこで鉢合ったら他の店もここに、紹介してない店も教えてくれる、鉢合ったら、もし万が一、あ、鉢合ったらね、だからもうここで俺は行ったから、だから練習場とかで聞いても俺は、そうですね、オネット TV 見てくださいって、いやー、ありがとうございます、言えばいいでしょ、言えばいいです、言えばもう来期の俺の契約はここで、ね、そうですそうです、今書きますね、何を、え、契約、1年契約なんだよ、じゃあ俺何、生駒にそういうのもらって、はい、生駒にあのゼロ提示食らうの、俺なんですか、ゼロ定時、ゼロ定時だから契約しませんみたいな、もらうの来年ね、それやりたいですね、それいいですね、人事希望らしいです、ちょっと人事希望でお願いします、はい、いや、ぜひ、でもそのどうなるか分かんないですけど、もしこう移動というかね、はい、遠いところに行ってしまうんであれば、うん、選手として、うん、また出てください、その前に、ああ、いいっす、はい、やった、ありがとうございます、はい、いつも忙しいのに、え、いつもは絶対ゲストは呼んでるんですよね、呼んでます、呼んでます、呼んでますよ、こんな 大物の方に、大物じゃないし、大物ですよ、背だけ いいね、ちょっとね、ちょっとでも待ってください、私が喋ってることの3分の2ぐらい冗談ですから、炎上思ってないですよ、後で謝りました、すいませんって、ちょっと話ぶった切るんですけど、うん、これあ、そうそうそう、これですね、これ作ってもらいました、これめっちゃかっこいいですよね、
でもあと2ヶ月ぐらい撮らないといけないんですけどホネットがオリジナルでこう作ったバンフォーレと森田選手の背番号のコラボレーションケース、どうですか調子は。調子はね、持ちやすい。いやいや、これはこのポイント教えてください。ポイント、ポイント、ポイントはちょっとちゃんとアップしてよね。はい、私がカメラどこ行った。カメラここに行きます。あ、そうか。これ持っていっちゃっていいんですか。顔こっちにください、顔こっちにください顔ください。ポイントはだってもうこれでしょ。ほら、19番とここ、ここそこそこですよ。どんぶりとこれ合うかな。ああ、そう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 、すごい森田の森入ってる。大好きなラーメンのどんぶりと森田の森、はい、え、気づいてました。いやいや、それは気づくよ俺はすごいですよね、かなりレア。すごいよねこれ。これネットとかに出しちゃったらやばいんじゃないですか。え、もしニートになっちゃったらこれを売りましょう苦笑です、苦笑。え、その時は俺にちょっと入るように、ちょっと頼む。大丈夫、仕掛け、わかりました、頑張ります、はい、20万ぐらい入るから、はい、いやでもこれ普通にデザインあるんですよね、このデザインが。ありますけど、このラーメンとかはかなりオリジナルです、はい、あ、これじゃあちょっと違うチームに行ってもつけ続けてください。何か言われても、はい、言われるまで、はい、言われたら取りましょう。了解です。これクロアチア代表だって言えばいい。そうですそうです、そうです何とでもなります、はい、これ普通にホネット行ってこのデザインしてくださいって言ったらできる。できます、できます。うわ、これホネット行ってこの同じデザインにしてくださいって言えばできますので。ただここを消してくださいはダメにしましょう。そうですね、ここをなしにしてくださいっていうやつは、はい、ダメにしましょう。そうしましょう、全く同じで、はい、はい、全く一緒でいきましょう、はい、来週も来ます。あ、注文が来てる。同じの、そうですね、はい、ありがとうございます。さすが森田選手、番号は10。さすが森田選手。でもね、12がね、さすが森田選手さすが森田選手何持ち上げてんだよそんな。さすが森田選手。いやいやいや、これだから俺の知り合いの人が電話かかってきて、すいません、あの今ホネットにいるんですけど、これやりたいって言ったら、あの森田さんの承諾が必要だって言うんで電話かけてみたんですって言って。え、サッカー選手の人じゃなくて。いや、あの普通にあの、はい、知り合いの。どうしたんですか、ダメだよって言ったんですか。いやいや、いいに決まってんだけど、そんな著作権とか発生してんのかっていうのを思って私になんで聞いてくれないんですか。え、私になんで聞いてくれないんですか。誰が、いいかって、いいかって誰が、その人がうん、森田選手。俺が、あ、次こっち必要ですよ。じゃあ行く前に聞いてみるねって、それはって。じゃあなんていうの。いいですよ。ない。俺の著作権管理そこ。そうですそうですそうです。時期あれなんで。そこ。時期プロデューサーみたいな感じ。プロデューサー。はい。あとで契約書手書きでこうお渡します。本当作ってきてちょっと。はい、え、何ですか。契約書作ってきてちょっと。次会う時じゃあ絶対あれしてくださいよ。え、それいいも悪いも決められるんですよね。いやいや、俺がもう別にサインしないって言えばいいんでしょ。ただ単に。いやいや、してくださいよ。いやいや、それはもう。じゃあとりあえず用意するんで。絶対次も出てください。何の話だった。え、分からないです。いろいろ今日ね面白い話を聞かせていただいた。私なんか久しぶりにこれ久しぶりにやったんですけど、生駒の部屋を。あ、そうなの。そうですそうです、やったんですけどすごい楽しかった。だって何、え、何、ね、読まなくていいですよそれは。え、ライバル出現じゃないどんどんこれがさ、なんか61人追いついてきちゃうんじゃないの。え、ね、何ですか、ね、61やるまですごい結構かかりますよ。なんかあれ呼ばれてないなって回数が多くなってったらいつの間にかこう。ありえますありえます。どうすればいいですか。え、秘訣は。秘訣はね、継続する秘訣は。継続する秘訣はね、なんだろうな顔顔がダメだ。なんだろうな、やばいでしょ。やばい。エリカの部屋ちょ持ってみますか。ちょっと持っちゃいますか。怒られるかな。え、これもね、あ、でもあと1回来ていただくとしたらどっちに出るか選べるんですけど。そんなのあるのそんなエリカの部屋に出るか、イコマの部屋に出るか、どっちがいいですか。
あ、このね、エリカちゃんはめっちゃ可愛いですよ。エリカちゃんめっちゃ可愛いです。いやいや、俺1回やってるし。あ、そうだ、うん、じゃあ選んでください。しょうがない、2個まで行くよ、俺は。やったやったありがとうございます。じゃあ、1個まで部屋ということで決定しましたので。絶対ないだろ、でももう4回目とか。え、ありますよ。本当？え、呼べば、まあ時間あれば来てくれます。え、これって何回ごとの更新なんですか、これ。周期は不定期なんですか、はい。あ、不定期ならなんか、え、あれですよね。なんか、あ、大丈夫。じゃあ、なんて祈祷なんですか。あ、あ、皆さん、はいはい。じゃあ、約束と、約束ということで。はい、じゃあ、12月22日の天皇杯、はい。頑張ってください。頑張ります。選手になれるように。え、いつわかるんですか。その情報とかどこで見ればいいんですか。情報はね、情報はね、そういうのは言っちゃダメなんだよね。え、その時に分かるんですか。まあ、前日とかで相手にバレたり、まあ、天皇杯はトト関係あるか分かんないけど、トトとかそういうのの関係上、だからネットとかでメディアとかで自分がメンバー入ったとか、そういうのは。じゃあ、もう行ったか行ってないかちょっと言えないけど、その日に見ていかないと分かんないってことですね。そうだよね。それがもうなんかこう本当にこう出発するところに行って、あ、森田いねえなと思ったらいないとか、そんな感じで。え、その選手自体にはいつ告げられるんですか。正直前日だよね。そうなんですか。だから出発の前だよね、本当。え、じゃあ準備し、だからみんな準備しなきゃいけないね。全員が準備してちゃんとそういう、いけない、それに乗れない、最後にそれに乗れないんですか、その。ああ、そうだよね、うん。あ、もうじゃあ行くとしたら自分で。まあ、そういうことだね。行かないもんなんですか、そういうの。だいたいあれは行かない、近いところは行けたりもするんだろうけど、広島遠いからね、うん。だからなんか簡単に行ける距離じゃないですよ。みんなでバスツアーでも行こうやって話をしてはいるんだけど、またなんか膝も立ってきたし、ちょっと最後これで終わりますか。何何、え、なんかえじゃあ、まあ、きっと活躍してることを、うんうん、願っております。うんうん、じゃあ22日楽しみにしてますね。はい、はい。じゃあ最後もタイトルコールで締めてほしいんですよ。C で、C バージョンで。声出せるかな。出せますよ。声荒れないな、俺。ありったけの声出してください。ありったけの声。他に何か言いたいことあります、大丈夫ですか。まあ、あと1回ありますもんね。じゃあ。頑張ります。じゃあ最後だけ声張ってもらっていいですか。頑張ります。せーのって言うんで。頑張ります。頑張ります。ホネット TV、22日に広島で会いましょう。うん、重いかな。重いね。じゃあもうホネット TV またさよなら、はい。じゃあまた、あと1回は絶対出てください。本当ですか。はい、はい、お願いします、はい。じゃあいきますよ、はい。テンションを5倍ぐらい上げてくださいね、はい。いきますよ、せーの、ホネット TV。 ちょっと暗いわ。森田選手頑張って就活。Thank you.